今日はちょっと散歩、名古屋湖水族館に来ました。あーつ、アンビリバブルだって。これほんとすごくない？これでーか、これほんと7000円、すごいよこれ。バンドいるからってすごい。こういう風に鳴くんだ。太くて短いくちばしを持つ頭部が瓶の形に似ていることから、バンドイルカは英語名をボトルノーズドルフィンと言います。オスのくちばしは成熟するにつれて次第に太くなっていきます。イルカの仲間では大型になる種類で、普通体長3メートル体重300キロ程度ですが、4メートル650キロの記録もあります。体重300キロのイルカなら1日におよそ15キロもの食べ物が必要です。そこで群れを作ることで効率よく獲物を取っています。隊列を組んで魚やイカを探し、発見した群れを包囲したり水面へ追い上げたりと、状況に合わせてさまざまな狩りのパターンがあるようです。でっかいね、やっぱりね。 白イルカ、ベルーガ。ほんと白いね。体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガの野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。イワシ、やっぱこういう芸術的な暴れ魚いいね。波の傘もね、ストレスをまとって、はい、撮るよ、はい、撮るよ、ほら、笑ってるみたい。さあ、来た来た、あ、来た来た、お、来た来た来た、
から見ると。何言ってんだろこれ。砂ありね。砂かけて。砂あり。結構一個一個模様が違うんだね。チンアナゴ。うん、チンアナゴの実際の良ささ。こうなるこれ。バイアルってことか、半身。半身。違う、これもバイアルってことか。面白い。チンアナゴ見れてもよかった。これじゃあオカナも見れた。ピンクとピンクの魚。
てるんですね、カラッタ。でも本当ペンギンって変だよね。愛らしいね。凶暴性がないからさ。これなんか綺麗だな。いやー暑いな。名古屋港は日本の港湾の中で最大の貿易を行っている港だそうですよ。名古屋港水族館、まあ、結構楽しめたね。そう思ったよりね楽しめたわ、うん、結構時間もかかったし。そうなんでだってあのイルカさんが可愛かったな。イルカショーが、ね、うん、よく訓練されてるわ、うん、楽しめました。一日遊んじゃいました本当一日遊んじゃったね、うん。